吉田美香は、日本の囲碁騎士。大阪府出身、関西騎士所属、水野博文化。女流、本因坊連続四期など、手厚く味の良い子ながら、大胆な着想も持つ。囲碁騎士の吉田昭司は2位。4人兄弟の末っ子として、天皇塾の夕日給に生まれ育った喫水の何は子、9歳の時に、兄、昭司の付き合いで、兄の同級生の父で、 囲碁騎士の水野博士の教室に入り囲碁を覚える。1986年入団。1993年に女流本因坊戦で加藤智子に挑戦し、2から1でタイトル獲得、関西棋院で初の女流本因坊となる。囲碁4連覇。関西女流囲碁トーナメント戦では2002年第1期から4連覇。2003年に大手合いで8段昇段。 関西棋院で、初、日本棋院を含めても3人目の女性の八段となる。1994、96年、関西囲碁衝撃者クラブ賞受賞。1995年、NHK 囲碁講座、美華の見合い大作戦の講師。同年に、大阪で開催されたアジア太平洋経済、協力首脳会議の特別広報委員に選ばれる。2001年に結婚。 2002年に朝日新聞でエッセイ騎士の一人ごとを連載。性格は自称神経質、趣味は中国が。2019年9月22日放映の NHK ハイテレビ囲碁トーナメントにて同期戦史上初めての女性解説者としてよ田し期待、藤沢里奈女流本因坊戦を解説した。私の出来次第で 他の人たちの可能性を閉ざしてしまうかもなどとひょうひょうと語っていたが、卒なく最後まで解説してみせた。この結果が良かったのか、同期中に吉原ゆかりの解説も実現した。ありがとうございます。